だったんだ、今のは。やまないわね。こう雨が続くと外に出られないから嫌ね、ミクルちゃん。そうですね。いや、雨降らんでも基本外に出ないだろ。あれ、そうだっけ。活動時間の大半をゲームに費やしてる自信があるしな。うん、でもそれは違うわよ、キョン。晴れてる時はいつでも外に出られるの。だからあえて部屋にいるのよ。ダメ人間だ。じゃあ、というわけで今日は衣替えをしましょう。何を唐突に。俺たちが一体何を着ると。私たちじゃないわ、ミクルちゃんの衣替えよ。それじゃあ服のデザインを考えましょう。まず基本となるミクルちゃんを描きます。その上に服を描き込むわけだな。なんじゃこれ。あれ、頭の映像をそのまま描いたはずなのに。被写体がすぐそこにいるのに記憶に頼るなよ。じゃあ見ながら描いてみるわね。状況が変わっただけだ。あれー、やっほい、ミクルいるかい。あ、ツルヤさん、どうしたんですか。おや、何やら面白いことになっているね。数学のノート貸しておくれ。いいですよ、今動けないから勝手にカバンから持ってってください。了解。これをこうだと、うん、違うわよバカキョン。こうよ、きっとこうなるのよ。乗ったの。二人とも揉めてるご様子。あ、鶴屋さん、いいところに。鶴屋さん、助けて。途中から何がしたいのか分からなく。もう俺たちだけじゃ軌道修正できそうにないです。特撮でもするのかい。いや、全然関係ないけど。いいわね、特撮。映画第2弾は特撮にしましょう。説明中。ほほう、ミクルの衣替えね。それはなかなか素晴らしいイベントさね。ぜひ参加させていただくよ。鶴屋さんがいればこっちのものね。任せろさ。鶴屋流似顔絵技法は写真と間違えると言われているからね。それじゃ早速描いてみるさね。ひゃーさーうわっ。結局こんなんか。あれ、今この部屋は先の展開で分かる通り、鈴宮春日の力で異空間化している。正確さを求められる作業には不向き。なんか絵の方は調子悪いのでやめときましょうか。うん、仕方ないさね。そうね、他の方法にしましょう。他の方法。そりゃねえ、鶴屋さん。手っ取り早く行こうか。二人とも悪い顔してます。できたわ、上出来上出来。特撮の衣装。結局そっち。今回のテーマは衣替えだろ。できました、衣替え。言い換えるだけならいいよ、それは特撮の衣装だよ。それじゃああとは怪獣ね。配役は決まっているのかい。そうね、ミクルちゃんのライバルはやっぱり。どう、よくやれる。やれる。そんな即答していいのか。別に問題ない、すでに一度なってるから経験済み。ですよね。それじゃあ行ってくる。気をつけて。そういえば小泉、今回絡んでこなかったけどどうかしたのか。え、あ、はい、そうですね。すみませんでした、少し考え事をしていたもので。ん、いや、謝る必要はないけどな。もしかして春日のことでまた何かあったのか。いえ、鈴宮さんのことではないんですよ。でもそうですね、このことはあなたに聞いてもらった方がいいかもしれない。攻略対象のヒロイン、総勢10名の残り2枠ですが、もしや私もその中に入っているのでしょうか。何考えてんだお前は。今までそこに引っかかってたのか。いえ、待ってください。それじゃもう一人は荒川さんということに。どうでもいいわ。
できた。作ったの？シプレよろしく。まあいいけど。これ消失だ。うん、朝倉ルートか。彼女の攻略は難しい。選択肢を一つでも間違えるとバッドエンド。難易度高っ。ちなみにこういうヒロインのことをヤンデレというらしい。いや、多分違うと思う。これはやけにありがちな展開だな。この出会い方はちょっとベタだった。出会いじゃない、これは事故だ。てか荒川さんルート？森さんは体育教師として出てるのか。そう、攻略できるとメイドになってくれる。謎の展開だけど、まあ嫌いではないな。最終的には彼女とバトルをして勝てればハッピーエンドになれる。結局このゲームのジャンルは何なんだ？ラブストーリー？今のところ全ストーリーで血を見るのにか。